博士こんばんは。はい、こんばんはちゃん。はい、今夜のゲストをご紹介します。森下仁丹株式会社代表取締役社長駒村淳一さんに お越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、こんばんは。いよいよこの番組のスポンサーの社長さんに来ていただくということで、はい、実はね、ボスが、はい、ボスキャラ登場、はい、でもこれ実は2回目の登場で、はい、前回はね、はい、普段の駒村社長と違って、はい、無口な駒村社長で、そうなんですね。そう、すごくびっくりしたんですけどね、はい、奈々ちゃんは駒村社長ね、はい、夜の駒村社長見たことがないから。そうです、打ち上げの際のすごい明るくて陽気な、はい、駒村社長は見たことあるんですけども、ね、今日は昼の駒村社長、はい、夜の駒村社長、どっちなんでしょう。いや、まあ昼ですね。でもだんだん少し静かになってきちゃったから。ねはい、そう、今日わざわざね、はい、駒村社長に来てもらった理由があるんですよね。はい、はい、今日はですね、はい、実は仁丹116年目にですね、はい、あの銀の仁丹をね変えたんです。はい、食べやすい仁丹になってます。ちょっと音ね、はい、聞いてください。まあ、これは仁丹ってあまり変わらないから、中開けていただくとね、琥珀色のね、非常にちっちゃなあの綺麗な粒になってます。あの味もマイルドですから、お試しください。はい、これ私も食べてるんですけど、どう、なんかすごい体にいい感じがしますね。いや、もちろんなんかあったかくなって、生薬が目いっぱい入ってます。はい、で食べやすいんです、味も美味しくて、ね、もう正直ね、仁丹って言うと銀色で、はい、なんかちょっと申し訳ないけど独特の匂いがある感じがね、はいはいはい、まあ正直おじいちゃんの雰囲気っていうんですけど、うん、はい、もう今回先ほどねちょっと駒村さんがいただいて食べましたけど、はい、プチッと弾けてね、はい、すっきりみたいなね、ねえ、食べやすいですよね。なんだろう、フリスク、はい、フリスクのあんな感じですよね、はい、もっと美味しいかな、あれより、うん、まあ、あれの日本版というかな、うん、それをかなり意識してますね。でこのパッケージもすごいおしゃれですよね。ありがとうございます、うん、 今っぽい感じで、これその今奈々ちゃんが着てるユニフォームもね、仁丹一部入ってるけど、そうです、これ昔からの仁丹の、ね、このロゴっていうかね、大礼服のこのマークは、はい、まあ、少し変えてますけど、うん、それもすごいリニューアルでおしゃれになってね、うん、うん、これもともと何ですか、軍人じゃなくて、これはね外交官です。外交官の大礼服ですね、はい、よく誤解されちゃうんですけど、この116年じゃないですか、これは創業116年、まあ、去年あの、はい、試験販売始めたんで、はい、そういうネーミングにしたってわけですね。うーん、なるほど。これはサイズは2つあるんですか。いやいや、これあの、はい、ちょっと今ね手元に持ってる試供品で持ってるんですけど、はい、まあ、大体駅のキオスクですとかコンビニで売ってます、はい、あの100粒入って、まあ、300円ということで、はい、あの医薬部外品ですから、うん、まあ、いわゆるあの普通のキャンディっぽい甲虫清涼剤とはちょっと違うと、うん、効果がちゃんと、まあ、担保されてるっていうのかな、はい、まあ、そこが違いだと思ってますけど、はい、ね、なんか本当20代30代40代、うん、まあ、もちろんお年の人もいいですけど、はい、どっちかというとこうスッキリ感とかね、刺激感とか、うん、若い人がなんか買うのにしてたんですよね。で実はですね、この後にあのハーブ系のフレーバーをね、あ、また出すんですか。続いて2品ほど出そうかなと思ってます、まあ、そっちのもご期待いただきたいんです。まずはこれちょっと一度ね、はい、試していただければありがたいんですけど、ね、この効能っていうのは何があるんですか。これはですね、はい、いっぱいあるんですよ、はい、二日酔いでしょ、はい、気分深い、口臭、乗り物酔い、はい、おしん、オート、はい、胸使い、はい、何でも OK です。すごいですね。ね、でも中身はいわゆる漢方の成分とか、はい、あれですよね、生薬だから、はい、肝臓だったりとか、うん、体にいい成分ばかりですよね。冷え性とかにも良さそうですね。あ、いいですね、はい、そういう成分しっかり入ってます。うん、ここなんかこうね、飲んでプチッと潰れたらすぐこう息がすっきりするみたいな、ね、そうですね、息もすっきりしますね、即効性がありますよね、はいはい、でこれ息がね、あのむしろあの外にあのいわゆるこう漢方臭さっていうのかな、はい、あんまり出ないんですよ。そうですね、うん、口の中で止まっちゃうから、はい、まあ、あの周りの方に匂いが、ね、ご迷惑になるってこともないと、はい、口臭にもいいっていうんだけあってね、はい、すっきりしますよね。え、これその買おうと思えば駅の売店なんですか。今のところ一番多いのが駅のキオスク、キオスク、あとは駅中のあのコンビニ、はい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 、はい、うん、あの大阪の駅とかどこでもある、あります、ほとんど入ってると思います。じゃあぜひぜひ試したいでね。そうですね、皆さんぜひ見つけたら、うん、はい、試してみてほしいですね。よろしくお願いします、はい、でもまだまだね、仁丹さん新商品が出てきそうで、はい、うん、あるんですよ。次何考えてます。いや、今ちょっと言っちゃったらまずい。続々とこの春からは、
あ、そう、はい、来ますんで、もうちょっとね、うん、あのお酒を飲んでいただいたらきっとね、あ、なるほど、喋ってくれるんじゃないかと。そうですね、次に出るときはもう必ず飲んでから、はい、飲んでからじゃあ、ね、でも私はあの、うん、昼の駒村社長も新鮮ですけどね。ああ、そうですか、そんな違うかな夜ね、あの、はい、イタリアが20年ぐらいだったんですよね、駒村社長。まあ、あの実際住んでたのは14年ですけど ね、はい、夜はイタリア人と印象が強くてね、そうですね、ダンディーな、ダンディーなね、本当に飛んじゃうんですねでもあのね、116年ぶりの人体一度もね、はい、なんかそんな駒場さんの飛んだ発想が出てきたような気がして、新しいですよね、うん、でももっともっと飛びたいと思ってます、ね、なんかもうちょっとだけこうなんか秘密を教えてもらう。いや、あのね、たくさんありすぎちゃって、うん、いや、うちもあの一応薬屋の端くれですから、うん、あとはあのいわゆる子供さんとか赤ちゃん用のね、あの肌荒れとかただれとか、うん、いうようなクリームとか、あとはどうでしょうね、化粧品もリニューバルしましたし、はい、ちょっとびっくりするような商品、これはちょっと言っちゃうとですね、真似されちゃう恐れがあるので、お楽しみにしていただければと思います。楽しみですね。じゃあぜひぜひまた後半でね、はい、さらに秘密を、そうですね、いろいろお話を伺います。はい、引き続き駒村社長にお話を伺いたいと思います。ね、先ほど駒村社長からね、じんたん116の新しいじんたん聞いたんですけど、はい、なんかね、すごい変わったね、じんたんの食べ方にね、駒村社長がね、はい、ぜひ試したらどうかっていつも言われてるんですよ。はい、何ですか？じんたんをね、チョコに入れるんですって、はい、そうなんですよ。なんかチョコに、複雑な顔してるよねどうなんですか？これはね、あの昔からの銀粒のね、じんたんを、まあ、ちょっと多いかなぐらいでいいんです、はい、で一緒にチョコレートと、まあ、食べていただければ、でお酒を飲む、一番合うのはもう、まあ、ウイスキー、まあ、焼酎でもいいです。これはね、口の中がね、スーッとしましてね、あまりお酒のアルコール感じないんです。ちょっとやばい。やばい。飲みすぎ。これ、実際にチョコの中で発売したことあります？やりかけました。やりかけた。うん、ところが、いろいろあの製造していただくね、うん、メーカーさんの方で、あのジンタンの匂いだらけになっちゃって、くっついちゃう。ということでね、実現できてないんですよ。でもなんかちょっと噂聞きましたよ、はい、この番組に出てもらった宮本シェフ、はいはい、世界のパティシエを騙して、はい、じゃないな、うん、説得して、はい、そう、まあ逆にご希望っていうのもあって、あ、ご希望なんですか、さすが宮本さんだな、もうちょっと乗っけていただくといいんですけどね。ああ、本当に入れたんですか、ジンタン。本当に本当に。どうですか、何に入れたんですか。チョコレートの上にジンタンを2粒ぐらいかな、はい、まあ、あ、チョコレートケーキ、うんうん、普通のチョコの上チョコレート、うん、へえ、まあ、ビターチョコの方がいいんですけど、はい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 、もうちょっと多めに入れていただくとね、もうその微妙なその甘さとえぐみというかな、ジンタンのマッチしていいんです。これいいですね、はい、でもぜひ自分でも試せますよ、チョコレートの上に乗っけて、それまさかバレンタインでのプレゼント用じゃないですかね。いや、なかなかこれ難しいでしょ。それ差し上げるってことはなんか逆の意味とちゃうっていうねあなたおじさんだってギリチョコの最適、うん、そうそうそう、ギリチョコのそうか、まあ、ちょっとそれはぜひ試してみたいですね。キオスクで両方買って、そうそう、でもジンタンさんはね、まあ、名前通りのジンタン以外にもね、はい、もう一つ奈々ちゃんのお好みの、そうですよ、はい、ビフィーナがね、この番組でもね、おなじみの、おなじみなんですけど、うん、ビフィーナ、うん、はい、いや、これもね、レモン味、がついてるんですけどね、はい、まあ、飲みやすいようにもう少し味のバリエーションをつけようかなって今検討してます。どんな味ですか、はい、うん、まあ、例えばヨーグルトとか、あとベリー味とかね。あ、ベリー味、ね、美味しそうですね。それからお子さんもこれ飲めるんで、はい、まあ、お子様用の、まあ、そういう少しフルーティーなフレーバーのね。なるほど。でも、うん、今もすごい飲みやすいし、私大好きなんです、うん、あれ、毎日ビフィーナ生活中？ビフィーナ生活ですね。あの1日1袋でいいんですよね。結構です。あの、でももっと取っていただいても問題ないですから、うん、美味しくて3袋とか飲んじゃいます。あ、それはね、まあ、あんまりあの副作用がないんでね、はい、体に悪いことはないんで、うん、奈々ちゃんちょっとね、うん、あの出にくい体質なのね。そうですねあ、それはいいですね、その時はね、ぜひ。でも会長です、はい、はい、おかげさまで、ね、会長すぎる人は一袋で十分かなって聞きすぎちゃいますけどね中でもリクエストしたら、うん、せっかくだし味を新しいやつなんですかね、ビフィーナに合うですね、ビフィーナ、うん、そうだな、ベリー以外でですよね。リンゴ、うん、一般的かな、はい、ちょっと変わったのが欲しいかな、うん、じゃあゴマとかね、ゴマきなこ、チョコレートきなこですね、うん、きなこってのもいいかもちょっと売り上げ貢献できないかも。そうですね
あるいはあれもなんかヨーグルトも振りかけるとダメなのかしら。ココアとかどうですか。あ、いいんですよ。ただね、あの狙いはね、やっぱり唾液がね、あのよく出るようにっていうちょっと刺激のあるね、はい、味を入れると水なしで実は出ちゃうかなってね。ね、なるほど、プチプチしてるからね、噛んじゃいけないって言われるんだけど噛むってことなんですよ。そうでしょ。うん、そうなんですよ ね、なんとなくね、プチっていうのが美味しくてね、だったら最初にあのジンタン食べてね、あれ刺激があるんで、唾液が出ますから、はい、その後にビフィナをシュッと入れると、はいはいはい、自分の唾液で飲み込めると。あ、そううまくいくといいんですよ。セットでね、いろんな組み合わせがありますね、ジンタンとチョコとか、ジンタンとミッフィーナとか、ねえ、はい、まだまだでも商品いろいろありそうですよね、はい、なんか、まあ、秘密は、もうあのね、あるんですよ、はい、あれ言っちゃっていいかな、はい、何ですか、あのね、あのジンタンって体温計昔からやってますね、はい、はいはいはい、で、まあ、水銀の体温計はもうやめました、はい、まあ、要するにエコっていうかね、うんうん、地球環境の問題ある、はい、で、ちょっと遊びの体温計出します、すごく安くて、遊び、何色かでね、はい、それは秘密は、まあいいや、これはもう別に今さらね、他が追っかけても、うん、ね、奈々ちゃんもうちょっとこう、はい、ね、いつものお願いをしたら喋ってくれるかも、はい、え、どんな、うん、要するに5色ぐらい色があってね、はい、体温計に、体温計で、で、まあ、中身が見えるんですよ、まあ、普通配線してるでしょ、電子体温計だから真っ白で見えないですよね、いや、もう透明にしちゃって、へえ、色つけておいて、へえ、スケルトンみたいな感じ、ね、そう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 、でね、安くします、へえ、安くておいくらぐらい、普通に、いや、何百円です、おお、だからこれはね、なぜかっていうと、はい、普通、まあ、特に女性はね、はい、あの基礎体温っていうかな、そうです、ね、体温を測っていただくのすごく大事なんです、はい、そうなんです、だけどあんなもんね、うん、あまりやりたくないでしょ、大変なんですよね、で体温計ってどっかになくしちゃうんですよ、ベッドの下に落っことしちゃったりと か、 だからそれでちょっと遊びっぽくね、はい、あのやるバラエティショップとかそういうところに置いてあれば、はい、まあ、可愛いねってことで買っていただければ、はい、あ、でもいいかもしれないですね、検温の癖つけていただこう、はい、それいいですね、検温の癖はいいですね、やっぱり女性はね、はい、まずね、はい、まあ、夏までにはあのいわゆる、うん、型式認可っていうのかな、はい、まあ、取れそうなんですよ、はい、そうしましたら発売します、じゃあまたね、発売になったらその体温計を持ってきていただいて、はい、再度ね、はい、いただくということで、はい、お越しください、はい、ね、うん、今日はね、はい、スポンサーのね、森下仁太君、はい、ちょっと奈々ちゃんも緊張気味ですが、いや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 、はい、ココア味のビヒナそうです、考えてみます、はい、考えてください、コーヒーもいいかな、コーヒーもいいね、はい、じゃあまたまた来てください、はい、どうもありがとうございました、どうもありがとうございました。